差分パルス符号変調あるいは差分 PCM とは、信号間の差分を PCM 符号化する方式である。単純な処理で情報の圧縮ができるため、差分 PCM の応用であるアドプ p c m とともに、音声符号化や画像符号化の分野で古くから使われている。音声や画像などの隣り合ったサンプル間には相関があるため、 隣り合ったサンプル値を予測値として使用することができる。サンプル値自身の値と比較すると予測値と実際の値の差は通常小さくなるため、差分のみを符号化すれば少ないビット数で表現でき、情報の圧縮を行うことができる。差分 PCM はベル研究所のカトラーが発明し、1950年に特許を出願した。PCM の入力は、 アナログ、デジタルのいずれでも良い。時間的に連続したアナログ信号の場合は、最初に標本化が行われ、理算的な信号に変換される。その後の処理は、以下の2つの方法が考えられる。連続する、標本値の差を取った後に量子化を行う。連続する、標本値の差の代わりに、過去の符号化データからデコードした値と標本値との、差の量子化を行う。 最初の方法は量子化の際の誤差が蓄積されていく問題があり、差分 PCM では2番目の方法が使用される。デコードは受信した値を単純に加算していくことで行う。以下にアナログ信号を入力とする標準的な差分 PCM の構成を示す。X、N は標本化された入力信号、EQ、N は量子化済みの差分 PCM 信号である。 z-1 は、単位時間分の遅延、Q は量子化を表す。この図において、エンコーダーの下半分が、過去の不合化データのデコーダーにあたり、入力信号、x、n と過去のデータからのデコード値 xd、n-1 との差が量子化される。量子化の際に発生した誤差はその後の不合化で、打ち消されるため誤差の蓄積はない。 量子化されたエンコーダーからの出力は、そのまま符号として使われたり、差分 PCM 出力が0付近の狭い範囲に集中するのを利用し、さらにエントロピー符号化を行いより圧縮率を上げたりする。音声符号化の分野では、差分 PCM を応用したアドプ p c m がよく使われており、ITUTG721 や G726 として規格化されている。 画像の分野では、差分 PCM を一般化した予測符号化が JPEG の追加規格などで使用されている。また、差分 PCM を単純化したものとして、デルタ変調がある。アドプ c m は、差分 PCM を応用したもので、量子化での量子化幅を適応的に変化させるものである。差分が大きくなっていく場合は、量子化幅を広げ、 差分が小さくなっていく場合は量子化幅を狭めることでより広い範囲の差分を少ないビット数で効率よく表現できる。アドプ CM も差分 PCM と同時期にベル研究所のカトラーが発明し同じ1950年に特許を出願した。差分 PCM の構成図での Z-1 は一つ前のサンプル値を 現在の信号の予測値として出力する予測器の機能を持つ。これを一般的な予測器に置き換えたものが予測符号化である。何らかのアルゴリズムで過去のサンプル値から現在の値を予測し実際の値との差分のみを符号化する。予測値の計算方法としては関係する複数のサンプル値に何らかの係数をかけて足し合わせたものを予測値とする。 線形予測がよく用いられる。例えば、静止画での特定の画素の明るさは、直上や直前の隣接する画素の明るさと高い相関があり、その平均値などで予測することができる。動画の場合であれば、前後のフレームの同じ位置の画素や、それに隣接する画素から予測値を求めることができる。JPEG の追加規格である JPEG スペーシャル方式や、 ロスレス JPEG 方式では予測不合化とエントロピー不合化等を組み合わせ情報の圧縮を行っている。デルタ変調は差分 PCM の1ビット版で一つ前のサンプル値に対するサンプル値の代償を1ビットで不合化する。デルタ変調を応用したものとして適応デルタ変調、デルタシグマ変調などがある。他の方式と比べ単純なハードウェアで音声の 不合化ができるためデジタル回路が高価だった時代に考案された。この方式は大ヒットしたファミリーコンピュータの音源に採用されていたことでも有名。デルタシグマ変調は AD 変換および DA 変換用 LSI の技術として現在でも多用されている。カッシウス C カトラー ディファレンシャルクオンタイゼーションオブコミュニケーションシグナルズ、US パテントナンバー260万5361、ジュライ29、1952、カトラーが1950年に出願した特許での構成図はこの形式で、デコードには、積分が用いられていた。フィル・シュニッター、ディファレンシャルパルスコードモジュレーション、インアン・イントロダクション・ツーソース、コーディング、クオンタイゼーション、 Dpcm トランスフォームコーディング＆サブバンドコーディングコネクションズセプテンバー二十五二千九カシウス C カトラークオンタイズドトランスミッションウィズベリアブルクワンタ us パテントナンバー二百七十二万四千七百四十ノベンバー二十二千九百五十五ファイルド順二十九千九百五十八 iso。 IEC1928 から1デジタルコンプレッションコーディングオブコンティニュアストーンスティルイメージズリクワイアメンツガイドラインズフェブラリー 1994ISO IEC14495 から1インフォメーションテクノロジーロスレスニアロスレスコンプレッションオブコンティニュアストーンスティルイメージズベースラインディセンバー 1999, ありがとうございます。